ささみ。ささみ？胸肉じゃないの珍しいね。ちょっとささみが安かったん。今日ささみはサラダに使おう。お塩小さじ1/2、お酒小さじ2。これでチンして蒸し鶏にしよう。様子見てチンしよう。チンできた。ちょっとこのまま冷ましとこう。もやし、これも一緒にサラダにしたいからチンしよう。痩せちゃうね。痩せてないのよ、それがなぜか。これもチンしよう。2分チン。きゅうり、きゅうりもサラダにしよう。じゃじゃじゃきゅうり切ってこう。きゅうりオッケー。じゃあささみも裂いていこう。ささみオッケー。もやしも合わせとこう。これは好きなやつやわ。もやしときゅうりが裏切ったもんないもん。味付けしていこう。お砂糖小さじ1、醤油大さじ1、お酢大さじ1、ごま油小さじ2、すりごま、お好み量。これでどうかな。好きよな。皆さんの一番好きな副菜は何ですか。なんで急に問いかける。よし、オッケー。よし、これはおかわり自由で。一番好きな言葉。おかわり自由。あれ、俺こんな太っちょキャラやったっけ。満腹万歳。完成。株。株。ようやく収穫できた。ちょっとちっちゃいね。初収穫。ね、葉っぱがすごいしっかりしてる。のぶんっていう感じやけど。なんか薄いよな。食べてみよう。今日はお吸い物に入れたいから切ってこう。はい、オッケー。じゃあ株入れよう。葉っぱはちょっと待ってから入れよう。甘かったらいいな。じゃあ味付けしよう。ポン出汁小さじ1、お酒小さじ1、お醤油小さじ1、お塩少々。じゃあ葉っぱも入れちゃおうかな。おお、もりもり。あ、いいやん。優しいよ。完成。そばと味付けいなり。ずっとそばいなりっていうやつ作ってみたくて、今日作ってみるわ。そばいなり、数年前から気になってたんよ。きつねそばじゃなくて、うん、お揚げさんにおそばを詰めたいの。とりあえず作ってこ。長芋。長芋、あれ、おそば。まずはそばの上にのせる具材用意しよう。長芋はすりおろそう。変色専用にお酢入れとこ。楽しそう、それ。長芋オッケー。卵、錦糸卵作ろう。錦糸卵。うん。うん？錦糸卵で。やっぱ言ってるよな。たた卵。本出汁ちょっと入れたか。はい、焼いていこう。ちょっと茶色くなっちゃった。ありがとう。クレープみたい。確かに。おお、きれい。切っていこう。卵 OK。 はい、じゃあおそば湯がこう。いいね、今日暑いから。じゃあ湯がいていこう。それ分からん。オリジナル絶対必要なかった。それっぽかったけどな、最初。
よし、4分嘘、測ろうか。おー、いいですね。え、これ何束いった？3束いった。お米、そば、うどんの順、カロリーは。へえ、うどんの方が高そうやんな。ね、よし、おそば OK、 あげよう。わー、はい、おそば OK。 詰める分だけ味付けちゃおう。残った分はもう普通に食べる。そう、これぐらいかな。めんつゆで味付けしよう。大さじ 1.5、 ちょっとあえとこう。どんな感じなんだ楽しみだ。はい、おそば OK。 お揚げさんに詰めていこう。うまくできるかな、ここに。うん、ここを折り返しとくと綺麗に見えるみたい。うわ、かわいい。ちょっと詰めすぎかな。いいか、 OK。 おお、かわいいかわいいね。本当はお揚げさんもさ、味付けしてみたいなと思ってたんやけど、今日はちょっとやめちゃった。次は味付けいく。うん、今度味付けてみたいな、ちゃんと。どんどん作っていこう。手伝います。あ、はい、詰め入れました。美味しそうやね、濃厚きつねそばじゃあここにトッピングしていこう。まずは長芋。いい感じに乗ってくれたね。え、写真撮っとこう何乗せようかめっちゃ悩んだよな。あー、かわいい、雲みたい。何その表現スパイダーの方は？あ、違う、違う、可愛くない。可愛いけど、うずらの卵とかも良さそうやな。いや、そうなんよ、悩んだんよでも、オクラ代わりに。オクラ記念日？昭和の日だから子供の日とかにも良さそうよね。ほんとよ、鯉のぼりみたいな感じにして卵をのせよう。もうちょっと短く切ったらよかったかもしれないね。カニカマ、ちょっと刻み海苔のせたかな。ごまもかけてみよう。完成。昨日作ったじゃが醤油バターも食べよう。あ、そういう名前やったよ新じゃがをみりんと醤油とバターで炒めたやつ、これも食べちゃおう。いただきます。どうやろ。うん、あ、美味しい。ちゃんとかぶや。うん、いいね。ほんとちゃんとかぶ、なんか市販のかぶよりも甘さがギュッとなってさ、ひいき目で美味しいなひいき目でな、かわいいな。いや、かわいいね。うん、かわいいよねささみどうかな。うんうん、うん、柔らかい。うん、めっちゃ柔らかいな。暑い日にいいわ。ほんとに美味しい食べよう。うん、すっごい美味しそう。これただ食べんくさよね。うん、うん、いいな。なんこれ、なんかさ、そば感はなくない？ないなんか別にご飯と変わらんて。わかるわかる、ホテル食べやすいね。え、ほんといなり寿司じゃない？いなり寿司、いや、ほんといなり寿司食べてる時と、なんでやろ。え、すすってないから、こう、ずるっていかんから、ご飯みたいに食べるから、ほんとそばじゃなく感じるかな。うん、いや、美味しいわ、美味しい。うん、なんか不思議な味っていうと、あんま美味しくなかったかなと思うけど、うん、美味しいタイプの不思議な味ちょっとわかる。ペロリやな。うん、お父さんお母さんのことをさ、お父さんお母さん以外で呼んだことある？え、マーム、ダーディー親父とかおふくろとか。おかん、おとん、なんか聞いたことないなって言ってんの。え、ないかも、一回もないかもしれん。そうよな。いや、でもなんか結構親父とかさ、うん、おふくろって呼んだりする。そう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 。あ、だからこの年でお父さんお母さんって呼ぶのって恥ずかしいんじゃないかっていや、全然思ってない、それ。いや、いいよ、いい、うん、逆にその呼び方変わる人ってどこで変えたんやろって思ったりはする。ああ、
切り替える瞬間、それは本当に思う。切り替えれる人いいもんね。いやいいな、いやいいなだ俺もだそれ思って、うん、あ親父おふくろっていう呼び方に変えたっていうのを家族中が知るわけよ、俺が急に変えたことをね。っていうのと、その友達のところでお父さんお母さんって呼ぶ時のあの恥ずかしさ、うん、あの親父おふくろってみんな言ってる中お父さんお母さんって呼ぶ恥ずかしさを天秤にかけた時に、俺はお父さんお母さんって呼ぶ方がいいなと思った家族内でこう広まるよ今、うん確かにちょっと恥ずかしいかもな。それを別になんかいいとも思わんかったね。うんうんうん、確かに親父おふくろ、確かに今度呼んでみようかなおふくろおふくろさ元気にしてたの、呼んでみようかなえ、何ちょっと変えようかなと思ったりしてる。思ってはないけど、ちょっと今度親父って呼んでみるびっくりするよ、ちょっと親父醤油飲んで嫌やろ、急にこの年で反抗期みたいな嫌やん。お母さんは、おふくろただいまそれちょっとさ、でもさ言い方わからん、意外と確かにトーンがさ、なんでそんな男前だおふくろただいまお母さんやそのだからおふくろさ、なんか欲しいもんねみたいな、そんな感じナチュラルやん、うん、おふくろただいま別人か言い方とかじゃなく心配されるから、そうやね、日本中にナチュラルでいかんと。おかんおとんの方がまだ言えるわ。あ、本当に、うん、うちはな、ちょっと言ってみる、おかん、ただいまおかんおとん、ただいまそれいつ言うのおとんさん、ただいまっていつ言うのいや、もうちょい日常的なさ、なんか言ってくれるとさ、会話下手かリモコン取ってやじゃん、おとん、リモコン取って、あー、いいいいね、そういう感じ、そういう感じ言わんのよ、練習しても。親父パターンもちょうだいよ。親父、しぶとし言えへんわ、一生言えへんわ、親父は。いや、女の人でさ、言わんいや、そうよ、あんま聞いたことないのよ、女の人でさ。よく考えた、そうやおふくろも言うてる人見たことないのよ。おふくろ、肩ももか言わんのよ。ごちそうさまでした。